花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。一週間あっという間ですね。今日はですね、金玉ということで、金尾魂、ね、金玉ということでですね、お届けいたしましょう。 おなじみ、松下達美さん、こんにちは、よろしくお願いします。寒いですよね、ちょっとね。寒いですよ。寒かったり、まあ、冬にもなった感じですね。そうそう、暖かかったりするんでね、風邪をひきやすい。はい、うん、いかがですか、あなた。ちょっと声がちょっとね、やっぱり体調が良くないです。ねえ、暑かったですよね。ねえ、桜田武さん、いかがでしょう。こんにちは、よろしくお願いします。体調は万全です。万全バッチリ。そうかそうか、若い。ねえ、いやそんなにはちょっとだけ若いだけで。ということでね、今日はね、あの金玉ちょっとのんびり、行きましょうか。そう、のんびり行きましょうね。はい、僕の方からね、お便りご紹介しましょうか。はい、先週とか先々週とかのね、リクエストにお答えできなかった曲、まあ曲からいきますか、じゃあまず。お便りじゃん。いや、もう急に変わるんだよ。もうね、コロコロ変わるからね。忙しいね、また今日も。先週なんかあったね。あの、そういえば、松戸のまっちゃんからリクエストがありましたね。あの、日の当たる坂道だったね。ああ、それ最近ですか。日の当たる坂道からいきましょうか。よろしくございましょうか。はい。
はい、金尾芳郎日の当たる坂道をお届けいたしましたけどもですね、鳴り物というかパーカッションがないからね、松下さんまたそのクリップの箱を鳴らしてましたけどもですね何でもあるものをね使っていこうというかね、という感じですけどもですね、もう本当になんかこういう三寒四温といいましょうかね、ちょっと暖かかったり、なかなか今年の春っていうのはもうあれだね、花びらもなんか風で吹き飛ばされたね、まあ、っていう感じしない？まだ持ってますよね。少し持ってるね、でもなんか本当に雪国っていうか東北の方はね、雪がね、東北っていうか東京でも、そうそう、八王子長野も降ったね、ね、降ってましたね、桜と雪、そうだよ ね、なんかちょっとねあれだよ、なんかもう暖かくなかなかならない感じがするんだけど、どう？そうでもない？まだまだ今日は寒いですね、10度超えないもんね、今日一日ね。あ、そうなんだ、そっかそっか、もうなんか暖かくなってほしいよね。このそれ特にこの辺ってさ、このビルって風がすごいじゃん。ここら辺はね、ビル風というかね、この間お年寄りの方吹き飛ばされてたよ。いや、もうおしゃれじゃなくて、びっくりしちゃうよね本当に。いや、結構ギターケース背負ってると煽られて、そうでしょ、かなりまっすぐ歩けない感じ、フラフラフラ、すごい強いよね、この武蔵小杉タワープレイスのような、ちょっとやっぱりね気合い入れてこないと気合い入れてない吹き飛ばされてしまいます、吹き飛ばされますよね、そういうこと、ということでですね、まあ桜田君まあ、あれ今日ライブなの？そうですね、今日南林間のハイダウェイさんで、今日ハイダウェイ、はい、今日はハイダウェイさんです、はいはいはい、それから14日はカナオさんも一緒ですけど、あ、鶴見で、あるね、鶴見でどんちゃんショーという、ね、そのこの鶴見のね、町おこしというか、まあそれ第1回目なんですけども、はい、何人かの方がね、発起人いらっしゃいまして、ね、はい、僕もねご協力させていただこうということでですね、これいろんなバンド出ますけどもですね、ちょっとここでご紹介しましょうか。これは、鶴見でどんちゃんショーっていう、これ4月の14日日曜日ですね、会場が、鶴見東口駅前広場、それとあとこれお店ですね、お店はね七魔界っていう、はい、これ沖縄のあれですか、はい、料理のお店です、はい、あとアーリーアメリカン、ホルコロッソっていうね、はい、これもお店ですよね、ということでですね、そういうお店、とか駅前広場とかでですね、まあもちろん私金子四郎伺いますが、網炒め、長須辰巳さん、はい、長須辰巳さん、あれですよね、僕まだお会いしたことないんだけど、あ、そうですか、うん、バカバカとかね、もうやられてるし、もともとは流動、宇崎流動さんの、そうですね、はいはい、流動組にいらした方ですかね、はい、流動組とかいろいろね、はい、長いキャリアの持ちです。あとこの、放送局でもね、パーソナリティ、やってます、はい、影山喜太郎君、はい、ね、バシートで司桜田と、はい、でビリー、これ、岩板。ビリー、岩板っていうバンド名かな、これ。どうですかね、ちょっと私も。僕もね、そこら辺は。様々ね、そういういろんなバンドなり、弾き語りの方なりね、いろいろ出てきますのでですね、これ11時から18時まで、入場無料になっております。11時から。はい、11時から。会場ごとに時間が違うんですけど。うん、そうそう。だから、結構ね、Facebook とかね、僕上げますんでね、はい、いろんな時間帯でいろんな方々たちがやってるということでですね、はい、楽しみにしましょう。第1回目だからね。雨だ、ちょっと残念だよね、雨だったら。雨だと、まあ、お店の中はいい、店はありますけど、駅前は、まあ、雨降ってる間もちろんできないんだけど、うん、一日中雨じゃなかったら、うん、その雨が止んだ間は、そのタイムスケジュール通りやるっていう、うん。あ、そういうことですか。ことでした。本当。そっかそっか、はい。僕もね、3箇所やらせていただきますのでですね、この辺は、ウォッカのたけし。はい。と、あと、金子光則っていうね、僕の古い友達、カホン、連れて行きます。金子君
そう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 、忙しいんだけど、彼もねすごいビートルズもやってるし、まあね、あとなんだっけ、また今度遊び来た時言いますけども、うん、はい、いろんな人とやってるの、プログレッシブのこととかもやってね、バンドやってますよね、これ、ということでね、お楽しみいただきたいと思います。これは4月14日ですね、鶴見でどんちゃんショーということでね、お楽しみいただきたいと思います、ということで、お便り行きましょうか、まずね、はいはいはい、こんにちは、金玉ですねということで、金尾芳郎さん、投げ銭 FM 音中ということでね、チャーリー佐藤さん、いただいております。一昨日上野でランチキ騒ぎをしましたとランチキ騒ぎばっかり、ま、上野っていうのはいいな、六本木よりも合うよね。この間六本木でなんかランチキ騒ぎね、やっぱりこう亀有とかね、そういう感じが合うよね、下町の方がね、北千住とかね、そうそう北千住とかね、そして、昨日は明神の湯500円に、6時間滞在いたしましたという。最近よく行ってます ね, ね、この明神の湯っていうか ね, ね、露天風呂があるのよ。いいですね、温泉で露天風呂がね7つぐらいあるのよ。あ、すごいですね。で中も、もちろんその温泉光線なんだけど、いっぱいお風呂があっていいとこなんですよね、これね。500円って安いね。安いですね。午前中に行くと500円で、サウナも、サウナもあるんだよ。全部入れるっていう。6時間って言いたくない？しかし6時間風呂ってさ、俺ダラダラ入るのよ、田舎芸者みたいに。いや、田舎芸者って。田舎芸者って長風呂だよね。いやいや、知りませんけど、うん、言葉を慎みたまえ、はい、いやいや、よく言うじゃない、長風呂のこと田舎芸者みたいな。初めて聞いた。初めて聞きましたね。本当だよ、言うよ、うん、そういう言い回しは引っかかりませんか、これはね。いやいやいや、そういう風なこと言いますよ。本当ですか。6時間ぐらい僕も痛いですね、お風呂はね。6時間いられます？いられないな。本当、ほら、家の風呂はね、もうカラスの行水みたいな感じなんだけど、外でね、入るのはね、ゆっくり入るのよ。入って上がって、もう下手したら事務所になってるから。事務所仕事してる。事務をしない事務所だ。そうそう、仕事しながら、そうそう、仕事の段取りしながら風呂入ってるのかしてるんだけどね。もうそれが楽しみだよね。まあ、500円でね、1日過ごせればね、安いよね。安いよね、それはね。今だって温泉センターで2000円とかするじゃん。あ、そんなそうですか。安い方ですよ。え、そうなんですか。そう、2500円とかするんだよ。ずっと1日いると。ああ。高いところになると。まあ、ちょっとリクライニング、なんか、そういうテレビとかあって、仮眠室とかあるんだけど。まあ、ね、500円は安いよね。安い。弊社ではってこう書いてあるよ。次の夏休みにマニラへ行こうという盛り上がっていますって。マニラいいな。マニラ、皆様におかれましてはどのような予定を組まれておりますでしょうかってね。マニラ、たまったリクエストを本日は消化してくださいませたまってたね。これ3万円来てますけどもね。ああ、素晴らしい。今日はね、素晴らしい、ね、使えない3万円ね。いきます、いきますか。松下さん、俺今歌ったけど、松下さん何かやる、リバーサルで歌ってみようか、たまには僕の曲を。どうですか。あ、これからですか。うん、リバーサイドマイホームタウンって松下利美でお届け。この歌ね、リクエストは来てたのよ前。あ、本当ですか、うん、唯一歌える歌、本当かなおさんの曲の中で。こんな感じですかね。ちょっと待って、収録確認します。リバーサイドマイホームタウン、僕の歌です。この歌でね、うん、天栄村のね、ある方がのど自慢で予選でこれを歌ったって聞いて、ね、これを盛り上げる。天村のね、森さんがね、ね、 NHK ののど自慢にね、この歌でね出場していただけたんですよ。エントリーしてね、うん、ただちょっとね残念だったんだけど、40秒でさ評価されるっていうのは、この歌ってサビまでいかないもん。いかないよね、長いもん。飛ばしていくしかないです ね、 ねっていうか、もう NHK のだからダメなのかな、オーケストラっていうかバンドの人たちに俺の音源を渡してしたのよ。そうすると僕のキーになっちゃって。そうだ、ね、高いから大体みんな下げるんだけど、あ、だからそういうこともあったんじゃないかな。そのまま僕のキーで始まってたから、僕ちょっと見たんだけど。あ、そうなんですか。見たそれはちょっと大変ですね。そう、大変だったと思うよ。だから僕のキーでね、しかもちょっとや
出たんで譜面書いて渡してあげれば、ね、そうなんだよ、ね、いいんだろうけどね、うん、いいんだろうけどねそうなんだろうけどねなかなかそう簡単にはいかないですね。40秒間の間に評価されるっていうのはちょっときついかもね。 B メールまでいけないいけないでしょ、ね、そうそう。いやでも勇気がね、なんかありがたいじゃないですか、うん、NHK でこれをね、うん、あの歌いたかったんだって加納よしろのリバーサイドっていうのを画面に、うん、それをきっかけにまた ねああいい歌だなって聴いてくれる人が増えるかもしれないしね。そう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 、だから徐々にいろんな方が歌ってもらってて、ね、もう嬉しいんだよね。一曲だけじゃなくて、例えば風の中で立てるだけじゃなくて、うん、リバーサイドもそうだし道とかね、そういうのもね歌ってくださってるの、ね、あ今度ねぜひ一緒に行きましょうよ。どこぷかぷかに。ああ、ね、いいね。行きたいですね。ねえねえ、道2回続けてやるんだよ。肩とかにいいよ、温泉とか入ると肩市民温泉が安くあるから、うん、あいいですね、行きましょう、うん、行きましょう。ねえ、うん、ねえ道2回続けて歌ったからね、うん、歌う人がいるのよ。アレンジ変えてさ、アレンジ変えて、次は僕の道ですとか、ちょっとロックっぽく道やったりとか、ロックっぽくそうそうやってんのよ。みんなね、すごいの、それかっこいいのよ。8ビートでガンガン行くんですか、みんなすごいね、うん、考えて。ではリバーサイドマイホームタウン行きますか。頑張りましょう。キーこれでいいですかね。はい、いいです。
松下俊美が歌いました、はい、金吉のリバーサイドマイホームタウン、ね、ありがとうございました。はいはい、ちょっと低くないこれ、もうちょっと上げてもいいかもね。いや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 、大丈夫です。これ G まで行きますか。行きましょうよ、やっぱりボーンで来たいじゃないですか。ちょっとなんかコーラスがボブディランみたいな感じに誰かいたね。自分のコーラスが低いのじゃなんか物足りないんじゃないですか。そう、物足りないのよ。なんか上でハモる、上でハモると、でもあハモ上でもいいかもね。上でハモる、あーリバーリバーになるんだ、うん、あ、出るよ、これ、きっと出ないか、これ高いか、まあ、C だもん、ドはきついよね。いや、ドは出るよ。え、本当に、うんうん、出ることは出るけど、まあ、うん、うるさいというか、ちょっとコーラスらしからぬ声になっちゃうかもしれないね。そうそう、張り上げて、こう、かき消すようにね、人の歌をね、うん、で、あんまり邪魔するようなね、行動はもう俺やめにしたんだ、うん、もう年号も変わったしさ、年号も変わったし、もう少しだね、変わってないんですけど、まだ、ね、まだもうすぐ変わりますからね。でもなんか馴染むまでにね、まあお札も変わるという話だし、ね、ですね、お札も変わるんだよね、いろいろ。お札はでも、まあ、過渡期が結構大変ですよね、自動販売機とかね。そうそうそう、でもお金って意外と慣れるの早いんですよね、毎日見るから。うん、あ、年号とかも意外とそうでしたね、前変わったで、前のお札なんだっけって思い出せなくなる。でもさ、いつの間か2000円札とかなくなっちゃったよね。いや、まだあるんですよ、まだあるの、見かけないですよ、沖縄の方では結構まだ普通に。本当、うん、あれなんかね、珍しいから使わないで持ってるんじゃない、うん、多分、うん、この辺ではあんまりね、めったに出てこないですけど。そうだよね、多分販売機で使えないからじゃないかな。多分ね、沖縄ではなんか使ってるっていう話聞いたことありますよ。あ、そうなんです、うん、そう、向こうのだって記念して作ったんですからね。そうですよね。なるほどね、景気がまあ良くなればね、いいですけどもね、なんか景気、いや、本当にそう思うけどね、うちらの景気はね、いつも同じですよね。景気はね、あまり変わりまいなく、いや、バンドマンはしょうがないよバンドマンは一番下だから。下って言わないで、下じゃないよ、下じゃないよ。いや、でもね、それなんかね、でもさ、まあお金に僕なんかは縁があんまりもともとないからね、だから今更っていう感じはしますが、うん、そのお金がいっぱいあってもね、病気になったりとかさする人だっているじゃない。まあそれはね、だから健康で入れてこうやってね、ヘラヘラしながらねさ、バカ話してね、歌だけも歌ってりゃさ、もうこんないいことないよ、うん、そこ言っちゃった。いやいや、そう、僕幸せだと思うよ、うんうん、だからなんかね、なんかね、そう思いますよね。まあね、まあ、何を幸せだと思うかよね。そうそう、まあ、欲を出せばキリがない。いい車に乗って、いい、まあね、家に住んでみたいなね、そういう一般的な人たちの幸せかもしれないけど、うん、僕はなんかね、そういうなんか、良き友がいたりとか、そういう、うん、風なことは幸せだと思うよね。うん、まあ歌うのが割と好きな方だから。あれ、いい食住音楽、まあね、いい食の前にいい音楽、住職ってそういう風にあればね。何言ってんのあなた。食住のよくわかんない今。食住の順番。何を言ってんだろうか。皆さん必要なね、食住の次に音楽 ね。いい音楽がこうあれば本当に楽しいんだけどね。うん、どうですか、まあ、坂田君もなんかいろんな人とやったりとかしてるけど、塚さんと桜田が一番長い。多いですか。多いよね、回数で言うと。そうですね、うん、でもやっぱり楽しいですか。楽しいです ね。今度塚さんのソロアルバムが、うん、あ、ソロがね、いつ発売になるの。一応5月1日発売、ね、鈴木司君っていうのはボーカルとハーモニカのね。そうですね、まあ司君もエディ・バンさんとかとも一緒にやったりとか、はい、あと和田静雄さんのね、はい、ベイサイドブルースバンドとかね、あと鬼殺しね、はい、もうブルースバンドね、はい、やってますけど、ソロアルバムか。それで5月発売、5月1日ですね、発売が。あ、本当。なんで5月にまあ一応レコ発みたいにライブをやりますけど。なるほどね。何枚ぐらい、何曲ぐらい入ってるの。いや、結構入ってます。いや、聞きました、15曲ぐらいだったかな。全部歌ってんの、自分で。歌ってますね。他のあとインストもありますけど。あ、そう、インストの曲があるから2曲、うん、インスト3曲、ん、何曲だっけな、3曲。じゃあここにさ来てもね、あれ宣伝しようよ。
あ、ぜひぜひぜひね、はい、まあということでね、僕のこれはね古い歌なんですけども、デビューアナログの、デビューアルバムがあるんですね。もう40年ぐらい前ですね。レコードってことですか？そう、レコードですね。レコードに入ってるね、歌を歌いましょう。ラストタイムブルースっていう曲です。はい、いきましょうか。ラストタイムブルース、金上四郎でお届けしました。いい歌じゃないですか。いい歌ですね。ねえ、自分で言おうよみたいな。でもね、まあ最初のアルバムからはあんまりやってないね。そういえばね、バンドとかでもやってない曲はありますけど、まあそろそろね、僕もこの間ちょっとエンジニアの方とねお会いしましたけれども、そろそろ作りませんかなんていうね。もういいんじゃないですか、そろそろ。いいんじゃないですか、そろそろ。ねえ、もう最後になりますから、僕ももう。いや、まだまだ。ほんですよ。もうね、最後のアルバムかもしれないですね。この次作るとしたらね。まあそういう気持ちで、ね。そうですよ。もう、最後です。もう本当に考えたら、僕の人生ってもうあと5年とか10年だよ。ねえ。考えたらそうでしょ。僕67だもんだって今。歌手生活ってこと。そう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 。67に見えないでしょ。見えないですね。自分で言うわよみたいな。ね。いやでもね、本当にね。まあでもできる環境にある人はね、
うんうんうん、やっぱり作るそういう環境にそうだから時間は かかったけども僕自分の作った曲とかを最近になってやっと人がね歌っていただけるっていう風になってきたわけですよ。で僕は元何々っていうねあの肩書きがないですから、元例えばほらキャロルの内海さんとか、ね、元ダウンタウンブラねバギバンとかっていうことは全くないですから、ずっと金代城で来てますから、あのでやめてもないしね、引退もしないままやめてもないあのそうそうそう、ずっとやってるわけですよ。でもねやっとこの辺この辺りに来てね、あの曲を取り上げてもらったり、まあ アミタメもねこの間レコーディングしてくれて、はいはい、風の中で盾もあのできましたけどもですね、いろんな方がそうやってねカバーしていただけるようになったんですけど、まあこれはこれでまた幸せでね。そうですよね、うん、なんていうかな、いわゆるデビュー当時の頃ってもう、まあ、40年ぐらい前ですけど、そうするとほらもう3万枚とか売れないと次がないのよ、あ最低今だって3万枚売れたら大ヒットよね、うん、今の最低3万枚ぐらいだったね、確かね。でも次はありませんっていうことになる、あ、ね、もうバンドしたの解散みたいな、厳しいですね、うん、だからもう追い込まれてやってたから、うん、いい思い出があんまりないわけよ、まあね、うん、だからそういうのはあったけども、まあいろいろレコード会社も変わったりなんかしていろいろね、あのソニー系列からまあ徳間とかに移ったりもしたんだけども、うん、だからそうでもその中でもあんまりやっぱりこうバンドとか抱えてたらお金かかったりするじゃん、はいはい、でソロにならないかとかっていうこともあったんだけども、そうするとなんか裏切りみたいになっちゃうから、そこも行けずにね普通だとスッと行くんだけどね、うん、いや、いっぱいいるじゃん役者になったりなんかしてね、いやそれはそれで、ね、いい思いしたりなんかして、ね、いやそっちでもやっぱ才能があったってことですか、ね、それはそう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 、だからチャンスをつかめる力がねあったっていう、僕はねなかったのよ、うん、でちょっと生き方があんま下手だったんで、まあ友達選んだっていう感じになりましょうかね、それかっこいいですね、言い方としては、まあ、そういう、ね、うん、言い方としてはね、かっこよく言うとね、うん、だから博多に今度帰るんだけど、帰ったらその頃の友達は来るからね、ああいいですね、あ そう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 、だからそれもまた幸せなことなんだよね、そうですね、ということで、ね、九州の、ね、あの九州の方から美希さんね、九州美希さん、はい、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、はい、こんにちは、暁を覚えずな春の陽気に眠い目を起こすって暁を覚えず、うん、晴れた赤博多です、春暁を覚えずね、うん、春ね、博多は晴れてるんだ、いいんだ、暖かいんだ ね、 ね、そうなんだ、先週の都会のラクダのお二人は楽しかったですね、うん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 、自分の勝手なメッセージのルールとして、うん、ゲストの方々の動画がなどがある場合、うん、必ず、事前にチェックします、うん、そうね、偉いよね、本当ね、うん、少しでも喜んでもらおうっていうのがあるんで、すごく喜んでくださったみたいで何よりです、うん、さて、そう喜んでましたよね、うんうん、都会のラクダさんびっくりしてましたよ、そうそう、いろいろ詳しくて、うん、さて今週は金玉ですね、うん、となるとこれに触れないわけにはいかないんで、突然の山田ディレクターのご卒業はショックでした、ああ、ね、山田さんね、そう、うん、いつかお会いしたいと思ってたのに寂しい限りです、うん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 、お疲れ様でした、はい、初めてこの番組を聞き始めた頃からの、うん、あの山田サウンドとも言うべき、うん、強めのエコーのかかった感じとか、うん、そう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 、ハマるとそれがないと音楽魂じゃないとすら感じてしまってますもん、うんうん、ああ、そういうこともあったよ ね、 ね、山田さんもね、ということで確か山田さんもお好きだった気がするので、うん、としみさんにリンゴ言い訳を歌っていただきたいです、かなおさんには今回はリクエストの括弧の追加、はい、追加はありません、細かいな、本当ね、体がでかいんだけどもうそこ細かいよね、いくつか溜まってるしシャーシーシャーシー、ね、かなおさん9日のパラダイスカフェでのライブお楽しみ様でした、はい、ありがとうございました、あのパラダイスカフェね、あの横浜ね初めてやりましたけどですね、あの滝智晴さんもね初めて僕お会いして、いらしてましたね、お店にね、そうそう、いらしてて、それであの素敵な場所ですよね、そうですね、素敵な面々、音響もいいしね、素敵な面々による素敵な空間、まあ、吉田よし子さん、生田圭太郎さんというね復活しましたけどもですね、素晴らしい、続き読んでた、ごめんなさい、かぶっちゃって、ね、え、あ、続き、はい、行きましょう、続き、ね、はい、もうそこいいかな、はいはい、素敵な面々による素敵な空間だったんでしょうね、はい、今も先におっしゃりました、名前を聞いて、うん、亡くなった西岡恭三さんが出されてた
これもまた亡くなられた沢田俊樹さんのイラストとのカセットブックと同じ名前だったんで、オーナーの滝さんがどこかでつながってたのかなとも 思いました。お店の名前っていうこと？何でしょう、パラダイスカフェって名前があったのかな。そうかもしれないね。ああそうかもしれないですね。もう10日切りましたね。楽しみです。あ、そうですね、桜田さん福岡、うん、福岡行きますね。福岡行きますね、はい、桜田さん10日のライブはすごい名前のお店でしたね。ブースギターフォーエバーなんてそうです、大胆でびっくりしました、はい、大胆ですね。どんなとこだったのそれ？あのやっぱあの一応レストランブルース好きなところ、あのオーナーがブルース好きでギターも大好きなんですよ、うん、もうお店の中にギターが、自分もギター弾くのやっぱり。ギターはねあんまり弾かないって言ってましたけど、コレクターだって言ってましたけど。本当店の中に十何本かな飾ってあって、うんうん、でもずっとブルースが流れてて映像も流れてて、どこら辺にあるの？元町？元町ですね。元町のどこよ？元町の昔の猫屋のもうちょっと先っていうか、だから。あ、あっちの大通りの方？大通りですね。もうちょっと元町より？元町寄りっていうか、前の猫屋さんをずっと。どこだっけ？わかんないか。ね、じゃあね、元町中華街駅からちょっと石川町方面に戻った感じのですかね。あ、そう、あの何？あのメインストリート、あの、通り沿いにあるの？高速の前の川沿いのあそこにあるんです。川沿いの方なんだ。ちょっと入ったら。あ、あの辺だな。あ、そうかそうか。あ、ほんと。じゃあ温泉が近いんじゃないですか、加納さんのよく言ってた。いやいや、ちょっと違うよね。ちょっと違う。うん、あのね、料理も美味しくて、本当本当どこヒルトンにいたシェフだっつったかな。ああ、書いてた、そういえば。そうそうそう。でもそういうお店が、まあ、音楽もライブでやるんだ、たまに。そうで、これからやるみたいで、それで一応、9日がレセプションで、10日がまあ、オープンで、うん、で、塚さんと桜田がやったんですけど、うん、今度は網溜さんが、いつだったかな、うんうん、なんかやるっつってましたね。加納さんもぜひっていう話だったんで。え、そうなんですか？なんで俺のお店、いやいや、ブッキングやってるのが、あの石洋平って、あの洋平くんってハーモニカ吹きがいるんですけど、あ、僕ね、なんかね、割といいねしてくれるよ。あ、そう、またお会いしたことないの。で、今度14日の鶴見の時に、洋平も時間が合えば来るっていうから、その時じゃあ加納さん紹介するって話はしたんですけど。いいじゃないですか。あ、鶴見、あ、いいね、うん、ほんと、ね、よし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 、なんかね、まあ、広がりますよ ね、 ね、うん、メールが来たんですけど。あ、メール来ましたか。いいですかね、はいはいはい、これ松戸のまっちゃん、松戸のまっちゃん、はい、加納さん、松下さん、こんにちは、はい、毎度松戸のまっちゃんです、はい、今日は家で ラジオ楽しんでます。ほうほうほう、先日はパラダイスカフェに行き、はい、生田圭太郎さんのパワフルな歌声、うん、吉田よし子さんの語るような包み込む歌声、うん、少し遠慮がちな加納さん、うん、3人3用で楽しめました。 ありがとうございます、少し遠慮がちでしたかね。いやそういうつもりもなかったんだけどただね、僕の方が、まあ、圭太郎さんがお元気になられてね、ちょっとやっぱ感激してたね。そうですね、嬉しかったね、うん、今日は金玉、本当に、うん、思う存分どんちゃん騒ぎしてください。鶴見も楽しみしていますね。鶴見来てくれる、鶴見どんちゃんだからね、楽しみですけども、ここでですね、僕ちょっと博多のコマーシャルをやらせていただいてよろしいございましょうかね。どうぞどうぞ。福岡ね、北九州と博多と行きます。まずね、長崎、ちょっと待ってくださいね。これ長崎はね、西の海公園。そう、西の海公園っていうね、野外の、なんかいい場所でしたよ、うん、写真見たけど、ね、音楽長崎ね。これがね、20日やります、20日21日とそのイベントはあるんですけども、20日僕はね、はい、出させていただいて、おそらくね、今までは全部遅い時間だったんだけど、東京からとか京都からのゲストが来るんだけども、結構中盤ぐらいに、4時ぐらいに出ると思うんですけども、詳しい話はまたね、Facebook などで、お伝えいたします。その翌日、これ、4月21日、博多のね、おなじみ、BB ケンちゃん。BB ケンちゃんというね、お店で、やらせていただきます、この時はですね、博多の友達のね、中野茂くんハープ、ベースに熊谷梅健二ね、昔のまあレコーディングした仲間ですね。それと、ギターがね、井ノ口和也さん、これはねちょっと若手のアコースティックギターのね、もうすごいいいのよ、前一緒にやったんだけども。で、これオープニングアクトがあります、これお楽しみいただきたいと思います。ブルースバンド、アコースティックブルースバンド、これはねお楽しみぜひいただきたいと思います、これ4月21日博多 BB ケンちゃんですね、
それとですね、その後に4月23日、これ北九州ストロベリーサワーというね、初めての場所です。菊田俊介さんもこの間やったみたい ね。よく言ってるみたいですよ、そこはね。そうですね。ということでね、ここはね、山近誠さんっていうギターの方と、うん、やります。まあ同級ですね、僕ね。それで、まあひょっとしたらカホーンのゲスト、バカションのゲストが入るかもしれないということで、その次の日、4月24日、これはザバーというね、生まれ故郷の直方市、ザバーですね。これもね、山近誠さんと、まあ、パーカッションの方いらっしゃるかもしれませんということでね、お楽しみいただきたいと思います。あとね、僕、お袋のね、施設に行くのよ。これ、スケジュール入ってないんだけど、はい、お袋もちょっとね、認知症でちょっとあんまもうほとんど覚えてないと思うんだけど、今回はね、しっかり歌ってこようとか思ってね。歌うとね、ちょっと思い出す時あるんだよね。で、いつも話しかけたりしたらね、本当はね、認知症なんか治るんだよ。治るっていうか、ね、刺激がね。だから、本当はそうなんだけども、実際問題ね、そばにちょっといられない。いいですか、さっきのね、長崎、多分、金沢さんの出番は3時からって書いてました。どっかで見ましたよ。あ、そうですか。4時じゃなくて。あ、長崎、3時ぐらい、ね。3時ぐらいからですか。調べていってください。はい。長崎ね、楽しみにしております。ということでですね、九州にも行きますけどもね、まあ、いろんな友達とかね、会えるんでね、僕も、しばらく行ってなかったからね、楽しみですよね。ぜひね、皆さんとお会いするの楽しみにしておりますのでね。ということで、はい、松下さんは何か歌いましたか、今日は。歌いましたよ、今日はもうたっぷり。たっぷりって、そうだっけ？そうですよ。花尾さんは詰まってる、溜まってる。リクエストが溜まってるじゃない。溜まってる。何が溜まってたっけ？なんかいろいろ溜まってるって言ってましたよ。溜まってたっけな。今度溜まったリストを送ってもらうと助かるかもしれないですね。いや、でもね、アントニオの歌ってさ、ちょっと触りだけでも、キーだけでも決め、ちょっとやってみ？あれ、ミキさんのリクエスト来てたね、昔ね。今、過去がないから。過去がないからね。人のカップでもいい、どんな感じになるの。まあ俺アントニオの歌っていうのは俺知ってるのはあれだけど、マイケルフランク、どうしましょう、それキーを G だったよね。 G に一応しながら弾かなきゃいけないんだけど、あ、それ難しいか。じゃあいいよ、それでどんな感じかだけね。あ、どんな感じかだけだけですよ。私も何年もどんな風になるの。久しぶりだから。影響でカポがつけられないという。そうだよ。あ、そう、痛いんだ。そう。本当。ちょっとだけね、じゃあね。キーが合う、それで。最初のキーでやりましょう。うん。触りだけでも言ってみよう。ミキさんに。ミキさんに。触りだけ。何年も。どう？そう、どうなの？一応上げても
いいかな。そうだよね。なので次回は一応上げてみましょう。ね、うん、いいんじゃないですか。良かったですか。たまに、うん、いい雰囲気で。まあね、うん、悪くはないよね。悪くはない。絶対いい人がいる。いやいやいや、黒と白かったら白くはないとかいうタイプです。いやでもね、あの洋楽歌うっていうのは僕は初めて聞いたけど。あ、昔はねこういうのとかを ね歌ってたの。あの三人でね。あなたあのシャネルズの出雲さんとやってたんだよね確か。出雲さんとね、うん、あのサックスの園山さんって方が大御所がいるんですけど、大御所園山さんね、先生、うん、3人でね、ちょっとあの打ち込みとベースラインは落ち込んで、それでなんかこう、ジャージーな歌とかね、あそういう時 こんなのもやってたんだ。やってましたね。これやったと思うんですよね。これサックスプラーって入るとやっぱかっこいい。あ、それはね、園山さんってもともと小田和正さんのバンマスだった人よね確か。昔 ね長くやってましたね。なるほど、ね。まあ、いろんな方やってますけどね。うんですね。園山さん、園山さんちょっと言っといて、ここに来てって。本当そしたらラジオ出してくれるか。ラジオ出してくれる。いや出雲さんってシャネルズって俺もともと同じレコード会社だったから、その時一番売れてたのよシャネルズが。そうでしょうね。そうそう、あの佐野元春さんとかね、大学の時かな。じゃあ、そう出雲さんね、なんかね、ちょっと今ちょっとムード演歌っぽいのやってて。ムード演歌来ちゃった。そうだからね、本人はねちょっとうーんって言いながら、ムード演歌ね、でも一応やり始めたいでしょ。ラジオでちょっと呼んでくれた。いやだってオーシャレルズとかやってんじゃん。あ、やってますよ。それもオーシャレルズなんか、うん、海外行ったりなんかしてやってるの。そうそうそう、すごいんですよ。オーシャレルズって女性3人ボーカルで、まあドゥーアップ、ドゥーアップが あれなんだけど、っていう、まあまあこんな話も後ですればいい話なんですけど、まあね、まあ、ラジオで流すことではないか。でも、でも本当に、そういう本当に、でも金尾さん来週ですか帰るのは。帰ります。ああ、もうすぐですね。うん、本当に、うん、すぐだ。九州ツアーとかも行ってみたいね。行きたいね、九州ね。なかなかね、行ったことないの、一度も九州、ね、一度もないの。本当、あらま、うん、飛行機が嫌いって言ってた。飛行機だと車でも今行けるからね。あ、そうか、うん、車だとどれぐらいかかるんですか。でも十何時間。俺最初さ、北九州、あの西日本ツアーでバンドでやってた時に、うん、ちょうど同じ事務所に世紀末がいたんだけど世紀末のね、バス借りて行ったのよ、車で。悪魔バスって言うんだけど、その悪魔バスがちょっとボロくて穴開いてんだけど、ちょっと床のとこに。で、悪魔バスでペイントされてるから、行くところ行くところさ、世紀末が来たと思われてさ、うん、さ、なんだとか言われちゃってさ、悪かったな。ちょっと外がね、それだとやっぱ、ね、期待してる。悪魔バスで行ったことあったけど。そこの細い人が出てきて、うん、ガラガラとか感じじゃない。悪魔はどこにいたの。天使のような笑顔で。そういうのがあって。そうですよ。ニコッとして。そうそう。だどうもーっつってね、もう外面がいいんだ俺。そうか、本当に。車を借りると結構あちこち行けるんだね。行けるよね。そうですね。ミニツアーやりましょうよ、ね、カナオさん。行きますか。行きましょうよ。音楽騙して他から中継ってはできないよね。できないよ、できない。ここに誰かがいないとダメよね。そうですね。それで電話とかでね。電話出演とかはできるんだけど、これ大丈夫ですよね、電話とかはね。一回ほら、誠さんが入院した時電話来た。あ、電話来た、来たの、携帯から。うん、ね。そうそうそう。それも面白いよね、なんかね。うん、どうしようか、なんかやろうよ。リクエスト、私の青空かなんかやろうかな。ちょっと、うん、ちょっと楽しい気分、うん、ちょっとバラードが多かったから、よろしくお願いします。すぐ行きますけど、はいはい、何ですか。青空、日が暮れて
はい、ということで私の青空をお届けしました。久しぶりでしたね、ね、久しぶりにしましたね。楽しいね、これ ね、 ね、うん、My Blue Heaven というね、あの曲ですよね、これね。なんか英語バージョンでも聞いたことないけど、それもいいかもね。英語バージョン、もともとそうだよね、あの、うん、My Blue Heaven という ね、 ね、歌ですけどもですね、まあ、あっという間の1時間、うん、過ぎてしまいましたがね、あっという間ですよね。告知ないですか？告知もしない ね、 あ、5月18日南林間、ハイダバイ。あ、5月18日、あ、私バンドでやりますね。ぜひ来てください。南林間ハイダウェイやりますね、はい。24日赤坂フラットンカンティーナ。あ、24日赤坂、これもバンドでやりますね。バンド付いてますね、5月はね。久しぶりですよね。はい、バンドやろうぜっていうね、年頃になりましたけど。ということでですね、楽しい時間ありがとうございました。今日の出演は、はい、桜田たけしでした。松下としみでした。動画の聞きさんもいつもありがとうございます。今日は素敵ななんか、あの、そうそうそう、ね、赤いドレスで、ね、綺麗だね。後で写真、ね、皆さんにね、お楽しみいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。お相手は金井義郎でした。 See you next time。 後ろ姿優しいあの人は今はない。福知の山に見る Ah, Riverside, my hometown。 季節は今また生まれる。